もう戻してもいい。いいよ。ちょっともう皆さん多分ね、やばいって思ってるから今日のワチャツ。今日はね。はい、ということで、あのね、今ワチャツはユーザーの皆さんと、つながることをね、意識してやってるんですけど、そうね、今コメントでね、番組間違えたかもしれない。間違えた。合ってるよ。合ってる。合ってるからね。もう大丈夫、もう大丈夫。はい、もう大丈夫ですからね。はい、いつも、最近ね、始めたんですけど、画面をワチャツっていっぱいにね、したいんですよ。知ってる、知ってる、見た。先週はこんな感じに皆さんにやってもらったんですけど、見えるかな、画面いっぱいのワチャツやってもらったんですけど、私が説明をね、番組の説明をするので、その最後にその名も週刊ワチワチ通信、略してワチャツっていうワチャツの時にみんなでわーってやってください。やってね。なのでコメントの準備をお願いします。お願いします。ということで、じゃあ説明をね、いきたいと思います。この番組は毎週木曜日19時から私たち三ミュが生放送でエンタメニュースとか CD ランキングの情報をわちゃわちゃしながらお届けしていく番組です。その名も週刊わちゃわちゃ通信、略してわちゃつー。あ、きたー、ね、やばい、ありがとう。いやー、やばいね、毎週毎週ありがとう、嬉しいですね。すごいね、めっちゃ、めっちゃ来てる。わちゃつわちゃつわちゃつ、ありがとうございます。はい、ということで、今週もっていうかね、毎週やってるんですけど、 MC をします。奈良が産んだピカピカ関西娘、やっちゃんこと小林由依です。お願いします。はい、そして、はい、毎週 MC やっちゃんをお手伝いする週替わりの当番、今日はですね、胸キュンキャラメルボイス、綾菜こと木下愛菜です。よろしくお願いします。ということで、はい、今日はですね、後ろの写真見てください、バレンタイン仕様でございます。なんかいつからなんかヘンテコリの写真じゃないんだね。そう、あのね、いつからかね、ちゃんとした写真にしていただくようになって。皆さん、こちらね、スニアの上にあるこちらインフルエンザ要注意です。皆さん、ね、手洗い、うがいしっかりして、インフルエンザ予防を忘れなく、忘れなく。はい、ということで、じゃあ早速ね、一つ目のコーナーに行きたいと思います。はい、芸能デスクのエンタメ1週間。はい、はい、毎週私たちが芸能デスクとなって1週間のエンタメ情報をお届けしていきたいと思います。はい、お任せください。私がですね、はい、私がですね、私たちが2月5日から11までの1週間のニュースをお伝えしたいと思います。はい、ということで、メガネをね、久しぶりのメガネ。そうですよ、久しぶりやもん。まだ2回目か。そう、2回目なの。いいね、メガネ女子。そうなんだよ、イエーイ、イエーイ。ということで、はい、ちょっと私たち今日テンションがおかしいんです。お昼からずっと一緒にいて、ね、一緒にいるんですけど、ちょっと今日は様子がおかしいんですけど、いつもよおかしい。そうなので、ちょっと温かい目で見てください。ぜひぜひ。ということで、2つ目いきましょうか。はい、それではいきます。はい、北川景子、熱愛質問集中に勘弁して、第五流略語コメントで交わす。女優の北川景子が1年を通じて最も活躍した将来有望な俳優女優に贈られる第39回エランドール賞の新人賞を受賞し、5日都内で行われた授賞式に出席。報道陣から熱愛が報じられている歌手でタレントの大悟さんとの間柄を追及され、第五流のコメントで交わす一幕があった。先週の芸能イベントで交際について否定も肯定もしなかった北川は、リポーターから受賞の喜びを誰に伝えたい、ウィッシュにと聞かれ、見てくれてるかなと笑顔を見せていましたが、その後も熱愛についての質問が集中すると、勘弁してくださいと本音を漏らした。また最後には、今日言えるのは IH I'm happy ですと大悟のような略語コメントで会場を沸かせ、今日のところはこれぐらいで勘弁してねと白い歯を見せ会場を後にした。なるほど。だっていいですね、なんかドキドキするね。いいね、いいね。いや、私も IH だわ。いいね、お、本当に三ミュで IH、 三ミュで IH してる。いいね、三ミュで IH、 なんか美男美女カップルじゃないですか。いいですね。テレビで見てても、なんか映えるなっていうか。そう、確かに美しい。でもさ、まさかね、そうなるっていう感じのイメージじゃなかったから、なんかさ、わかんない、接点があまりさ、そうそう、浮かばないっていうか、ね、なのでね、ちょっとね、聞いた時はびっくりしたんですけど、びっくりした。いいカップルですね。なんか個人的にすごい応援したい。ねえ、わかる、羨ましい、素敵ですね。ね、この略語ね、
私もなんかテレビとかで、うん、大吾さんがやってるとか、うん、やってるのとかをなんか最近見たんですけど、あやなが、あやなもちょっと略語にチャレンジしてみません？略語？略語を、あのその I'm happy を IH みたいにねやってみたいと思うんですけど、いいねいいね。一つじゃあテーマを決めてあやなにはやってもらいたいと思います。はい、じゃあやなは大幅に寝坊をしてしまった時の気持ちを略語で。なるほど。はい、寝坊してしまった時ちょっとあの入り込んでね、役に寝坊した時みたいにね。いける？待って、あのね、さっきちょっと考えてたのよこれ、うんうんうん、でね、あの原稿にね、はい、TH って書いてあるんです。私もう先言っちゃったね。言っちゃった。 TH って書いてあるんです。 TH ね。でも聞いてください、はい、意味が全然思い出せない。何を略したか覚えてないんです。誰か略してください。 TH そう、大幅に寝坊した時の気持ち TH、 皆さん何だと思いますか？ H は冷や汗なんです。T T T 冷や汗だから、 T のなんかを考えてください。 T T はい、 T タハ冷や汗やで、タハっつってタハ冷や汗って、へっかな、へかな。なるほどね。あ、滝の冷や汗、とってもあ、でもとっても多いよ。お、大量大量の冷や汗、テペロ冷や汗、テペロ全然反省してないな。たまたま冷や汗反省してないよ。あのさ、 TH さ、え、何やったっけ、どこやった、今ね、ところで長谷川って書いてる。いいね、それ使えよう。あ、そうしよう。ところで長谷川どうぞ、ね、DH って呼ぼう。オッケーオッケー。他なんかあるかね、あるかな。腸か、腸、腸冷やせ、なんかある。難しいですね。大量のもとってもも多いよ。うん、あ、確かにとっても大量の、うん、多分冷やせ、多分冷やせ、多分はちょっとね、それはね、反省ないね。感じないね。タンクトップで冷や汗。なるほどね。だいぶ汗っかき。それにする。え、タンクトップで冷や汗。うん、あ、もうできてしまったね。皆さん優勝です。タンクトップで冷や汗。おめでとうございます。そういうゲームじゃないからこれ。違う。じゃあまあまあとりあえずじゃあ、うん、タンクトップで冷や汗。いかいか、じゃあやってみて。やってみますか。タンクトップで冷や汗。うん、ちゃんと役になりきってね。じゃあさ、アラームやって。で、7時に起きる予定だったのに、8時をお知らせしますって言って、いきます。8時をお知らせします。なんだっけ、なんだっけ。TH だろ。タンクトップで冷やすの。タンクトップで寝てんだろ。ねえ、タンクトップで冷やせ。そうそうそう、うん、やるやる、もう終了って書いてある。終わりにしよう。うん、あやな終わり。あやな終わり。ありがとうございました。はい、もうやばいね。すいません。やばいね。はい、はい、ということで、うん、じゃあ私もなんかね、行きましょうかね。やーちゃん、やーちゃん。じゃあそういうなんか焦るときにしようよ、なんかそういう。うん、じゃあ、え、なんだろう、寝坊でしょ。じゃあ、財布を落としたときに気づいたときの気持ちを、じゃあ略語でやろう。なるほどね。うん、落としてからの気持ちね。うん、まあ、やばいと思うよね。うん、なんか焦るっていうか、結構面白い。でもね、お財布落としたことあるからね。そう、その時の気持ちを略語にするわ。お、OK。うん、いけた。あ、いける？いける。OK。え、じゃあ、それ一人でいける？ 3、2、1でいける？なんかやるべきやな。いや、いいよ、そのままで。OK。 3、2、1でいこう。OK。じゃあ、やーちゃんのボケまで。ボケまでかね。違う？ちょっと。略語を言うの違うよ、今からボケますよってボケるのはだいぶきついからな。それ関西人にしたら一番危ないやで。ごめんごめん、そういうプレッシャーに弱いから。ごめん、はい、普通に略語、うん、はい、いきますよ。普通にね、オッケー。皆さん考えてね。うん、で皆さんは考えつつね、はい、いきます。それじゃあやーちゃんの略語まで3、2、1。財布ない、ジオですね。え、なに？ GO やん。 GO ってこと？ GO じゃないよ。まあ、GO やけど GO じゃないよ。GO GO じゃあ GO になっちゃうけど GO ですから、別だから。え、あ、ガンジーよくなって。違うよ、歴史の偉人さん。違うよ。え、ご飯ですよじゃねえ。そうじゃないよ。それにしよう。ご飯なんで財布、え、財布ない、ご飯ですよっていうの。意味わからんくない。確かに、ゴキブリおった。もうなんかだから財布を落とした時の気持ちやから。え、なんだ、あ、ゲー落としたってことか。ゲーを、あ、いいね、でもそれね。え、あ、ガチ落ち込む。あ、もうありえる、ありえる、ぽいぽいぽい。
でもそういう系、そういう系。おお、え、何？でもそういうのもいいね。うん、じゃあ私が考えてたのじゃあ言っていい？うん。あ、あ、あ、ごめんよ親父、起きた。お、正解。ごめんお母さん。でもお父さんでもいいやん。うん、正解、おめでとうございます。すごい、もうすごいね、まさか、まさかの正解。まさかね、嬉しいですね。すごい、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。ちょっと嬉しいな、ちょっと当ててもらえると嬉しいな。さすが、すごいすごい。いいねいいねいいね。ちょっとじゃあ続いてのニュースいきましょうかね。うわ、嬉しいな。続いてのニュースいきたいと思います。はい、東京ゲームショー2015概要が発表、うん、来場者22万人見込む。世界最大級のゲーム見本市東京ゲームショー2015が、はい、今年も千葉幕張メッセで、はい、9月17日から20日の4日間の日程で開催される、うん、主催する一般社団法人コンピューターエンターテインメント協会が5日開催概概要を概要概要あ、私の振り方概要になってた。開催概要、概要じゃない、開催概要を発表した。今年のテーマはもっと自由にゲームと遊ぼう。おう、CESA、うん、合ってますか？ CESA の、うん、宇野澤新会長は、うん、挨拶で先日開催されたゲーム実況とゲーム大会のイベント東会議2015について、うん、時代の変化を感じました。あのようなユーザーの楽しみ方があるのかと勉強になりましたと振り返り、今年の東京ゲームショーはさらに新しい一歩に一歩進んだスタイルにしたいと意気込みを語った。おですね。小岩ちゃん興味あるんじゃないの？ありますね、ゲーム好きですから ね。なんかそのあんまりね、このね、詳しくはないんですけど、うんうん、あの最近はツムツムが三遊内流行中。それね、そうなんだよね。ツムツムはずっと続いてますからね。すごいよね、あのツムツムは本当に。はい、私最近マルヒセントも出てね、お絶好調でございます。いや、私携帯最近変えたんですけど、携帯変える前にずっと使ってて極めてたんですよ、マルヒセント、うん、携帯変えてあの LINE の更新に失敗して、そうね、あ、最終回やり直しになってミッキーで頑張ってるんだ。ミッキーで頑張ってます今。はい、そう。でもあやなとかってゲームしたりするの？そのうん、なんかいろいろさ、つむつむもやけど、うん、他にはなんか DS とかなんかないの？ゲームあんまりしないよな、あんまり。確かにね、イメージないよね。そう。でもママもつむつむハマってるよ。あ、でもみんな、ミッキー、おミッキーが来た。ミッキー来た。そうそう。でもそうそう、結構ね、みんなつむつむやってる子多いからね。多い。でも私はあれですよ、あのスマブラがね、好きです。あ、その やってんの？よくスマブラやってますね。あ、よく、あ、やってたね。マックが好きです、マック。マックやつ、マック、誰か教えてください。わかるよね、皆さん。はい、ということで、うん、あの楽しいですね。いいですね、ゲームね。や、うん、たまにやってみるとね、うん、なんか楽しかったりとかハマっちゃったりとかするので。すごい、半年後なのでね、興味ある方はぜひ、はい、やってみてください。はい、はい、ということで続いてのニュースいきたいと思います。はい、バレンタインのびっくりギフト、未来食イナゴのせチョコレート。はい、お3色のカラフルな和野菜チョコレートの上にイナゴをトッピングしたインパクト大なバレンタインギフトを、うん、シビエ居酒屋コメトサーカスが企画、うん、栄養価の面から未来食として注目されている昆虫食を気軽に体験してもらう狙いがあるという、うん、へえ。ちょっとやだ。見ますか、見ますか。私はちょっとたーこれ勇気いるよ。見て見て、これな、何の上だっけ、チョコ、なんだ、しかも野菜チョコレート、野菜チョコレートの上にイナゴが乗ってる。やば、いや見て、まんまやで。やば、え、しかもこれ野菜でしょ。野菜味なのはまあまあまあいいやん、まあまあ、けどこのなんていうの、原型とどめた感じ、なんかさ床にさ置いといたら飛んできて止まっちゃったみたいな、ね、へー、しかもさ綺麗にちゃんと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 いる。これすごくないですか、皆さん。食べれる？すごい。いやー、なかなかすごいよ。すごい。でも一回見てみたいけどね、本物。確かに見てみて。なんかさ、虫とかってさ、食べてる人とかさ、ゲームとかでたまに出たりするじゃん。うん。なんかそういうのって。ゲームで虫食べるゲーム？なんかさ、罰ゲームとかでさ。あ、なんかテレビとかってこと？そう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 。ね、あれ見てさ。なんか海外とか行って、なんかそこの現地の食材っていうの、そうそうそう、ご飯みたいな感じで
虫とか食べてる、幼虫とかね食べてる。そう、幼虫はすごくない？とかね、なんか竹の間から出てきた幼虫みたいな。まあね、興味ある方はぜひバレンタインに。そうですよ、あの好きなカレー、うん、バレンタインチョコレート。個性的な方にはやっぱり。そうですよ、なんかね好奇心ある方とかはね、カレーが好奇心ある方とかはぜひねやってみたら面白いんじゃないでしょうか。ぜひ。未来食ね。未来食いいですよ、未来食ね。未来ね。ちょっとね、すごい未来だ。なんか怖い怖い、なんかちょっとな、心臓がなんかモヤモヤする。でも一回ちょっとチャレンジしてみ。わか、そんな言ったらあかん、そんな言ったらやらされたら怖い。やめよう。はい、続いてはね、こんなあのちょっとあの未来食な感じだったんですけど、次はもっと美味しそうな、もっととか言っちゃったね、美味しそうなニュースです。はい、黒ナッツの次はスモア？2015年トレンドスイーツを大予想。2014年はクロワッサンドーナツ、黒ナッツやポップコーン、うん、カップケーキなどが話題となったが、うん、毎年新たなブームが続々と生まれるスイーツ業界において、はい、今年はどんな新顔がヒットするのだろうか。どうか行列してでも食べたいという女心をくすぐるスイーツを探った。おお、アメリカで人気のスイーツが日本に初上陸してブレイクするのが最近の主流となっており、うん、例えば黒ナッツやカップケーキ、ウーピーパイなどが挙げられる、うんうん、その流れを踏襲しているという点でも注目なのだが、うん、ニューヨーカーの心を掴んで離さないマシュマロをアレンジしたフローズンスモアだ。チョコレートウェハースで、うん、バニラアイスを包み込み、さらにはハチミツマシュマロでハチミツマシュマロでコーティング、うん、バーナーで表面を炙ることでクリームブリュレのような味わいが楽しめる黒ナッツの火付け役とも言われ、このフローズンスモアをメニューに掲げる人気店ドミニク・アンセルベーカリーが今週東京表参道にオープンする予定で、まさにブレイクガイドマッシグラっていう。すごいな。マシュマロといえば、うん、小さい頃に食べたという人も多く、日本人にとっては馴染みのあるお菓子だけに、はい、アメリカ風のスタイリッシュなスイーツに変化した新感覚のマシュマロが話題になりそうだ。なるほど、今コメントで頑張れって何回出てきたと思あれ今頑張ったよ、うん、褒めてみんなありがとう、コメントありがとうね、みんな毎週ありがとうね、本当。え、待って、毎週出てるんだよね。毎週出てる、ツークルメ最高です、ありがとう、最高です。はい、ということで、すごいあれですね、なんか美味しそうですよね。焼きマシュマロ、マシュマロやで、美味しいに決まってるやん。しかも焼きマシュマロの中にアイスだよ、うん、やばい、なんか熱いと冷たいってさ、うん、やばくない？もう絶対美味しいもん。イナゴと、さっきのイナゴと大違い。ちょっと待って言わないで、ごめんなさい。これも新しい、これも商品なんだから。てか今今年これ来て来年あたりこっちってことだよね。そう、それかもはや、まあ今年ね、普通の方にはね、普通っていうか、この美味しいのが好きな方にはこちら、好奇心旺盛な方にはこちらっていう感じでね、うん、コメントにもなんかイナゴの方がヘルシーかみたいな、あ、そう、あ、確かに確かに、そうか、うん、ちょっとありやな、うん、ありあり、でもそうね、ちょっとダイエットしたい時にお腹空いたら、甘いものが好きだけどカロリー気になるって方はぜひぜひ私はとりあえず大丈夫。なるほど、うん、とりあえず大丈夫。美味しそうですね。美味しそう、本当に美味しそう。でも、もうマシュマロとかはね、ちょっとね魅力的ですね、本当に。あれ、マシュマロ好き？好き。焼きマシュマロが美味しいな。そう、あのさ、クッキーとかにさ挟んで食べたら、あ、美味しい。あれめっちゃ美味しくない？大好き、めっちゃ美味しい、大好き、もうたまらなく好き、本当に。いいですね。今年のバレンタインもね、マシュマロを混ぜて何かを作ろうとしてたんですよ。あれもう絶対美味しいからね、ハズレはないんでね、本当に絶対美味しい。ぜひ気になった方は、うん、オープンがね、はい、もう少しなので、ぜひ買いに行ってみてください。ぜひぜひ、はい、はい、それでは続いてのニュースいきたいと思います、はい、ポップに復活、ふんどし女子増加中、バレンタインも追い風に。日本古来の下着ふんどしが今再び話題を呼んでいる。戦後の洋装化に従ってその影を潜めていましたが、2011年頃からイメージを一新し再注目。以前は無地などのシンプルなタイプが多かったが、最近はドット柄や花柄、和柄などポップな模様やカラー展開をしたおしゃれな商品が目を引く。そんなファッション誌の向上に加え、健康や美容効果への期待度も高いことから、
男性用という概念を超え、うん、最近では20代後半から40代の女性を中心にふんどし女子が着実に増えているという、うん、ふんどしを語る上で欠かせないのがバレンタインデーの存在だ、うん、実は2月14日は、うん、数字の語呂合わせからふんどしの日でもある。確かに、うん、普段普及活動を行う日本ふんどし協会が2011年12月に制定したものだが、うん、同協会ではこの偶然をふんどしの奇跡と呼び、この年からバレンタインギフトしての提案を行っている。同じ記念日であることがプラスに働いていると語るのは同協会で会長を務める中川圭司さん。一大イベントの勢いに押されがちかと思いきや、うん、バレンタインの話題は毎年必ず取り上げられるので、うん、ギフトとして提案しやすいですし、うん、変わり種としてもインパクトが大きくて、ね、とてもいいんです、はい、だってすごくない？ふんどしお相撲さんのあれだよ ねイメージがね、うん、とか男性のイメージやけど、でもめっちゃなんかおしゃれ、ね、かわいいよ、お花柄やし、すごい。でもなんかさ、うん、あれね、なんかちょっと興味はあるけど、うん、難しそう。だってこれ1枚でしょ、うん、形作るの大変じゃない？ね、なんかこう結んだりしてなあかんってことやろ、うん、大変やね、難しい。あ、回しでそれ来てる、回しえ、あれ、あ、ふんどしじゃないの、お相撲さんって。あ、違うの、回しっていうの、回し、ふんどし、うん、ちょっと間違えたな、じゃあ、うん、ちょっと間違えた、ちょっと間違えたけど、ちょっとね、そんな感じのやつそんな感じのやつ。そう、でもなんかね、うん、でもなんかこれが流行りだすといつかこれが逆に普通になってるかもしれない。確かに、男性も女性もすごい、ふんどし確かにありえるよ。でもこれさ、畳みやすそうだよね確かに、もうタオルみたいな、ね、そうそう、できそう、タオルみたいに重ねられそうね。確かにね、すごい新しい。確かにね、確かに。でも気になるね、気になる。これはでもなんか来年とかもっとね、あのメジャーになってというか、うん、バレンタインには欠かせないみたいな感じですけど、うん、まあまあこんなん聞くのもなんやけども、うん、メンバーでふんどしが似合いそうなメンバー、うん、マジで聞くそれ聞くなんかあの一番に取り入れるんじゃないかって、ふんどし女子あの取り入れるっていうか、ふんどし大丈夫そうかなって思うのは、うん、セニョン。確かに私も思った同じ、いきそうだよね、なんか確かに、めっちゃ思ったなんかカッキー置いてやってそう、やってそうなんやろね、まだいけるよね、セニョン。ふんどしってさ、やっぱりなんだかんだなんか強そうなイメージあるじゃん。確かにね、セニョンってなんか強いイメージだから、まあ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 確かにね、最年少やのにちょっと強そうだねセニャンのムツって書いてある。あ、確かに、あ、確かにとか言ってたでもね、ほんとに似合いそう、うん、似合いそう。でも新しいあの流行のものとして取り入れるのはハルルンかもしれないよ。確かに、流行としては、そしてでもハルルンがさ、今日ふんどしつけてんねんって言ってきたらびっくりするよね、うん、なんか衣装を着替える時にふんどしやった時ってなるよねちょっとびっくりはするよね。誰が一番最初に取り入れるのか、ほんとにちょっとまたね、ほんとに取り入れたらお知らせします。むしろ皆さん取り入れた人が知り合いにいたら教えてください、ね、私たちに、本当に、はい、ということで、じゃあ、はい、続いてのニュースいきましょうか、はい、続いてのニュースいきたいと思います、はい、続いて私ですかね、ルルンルルンルン、じゃじゃじゃん、はい、小峠英二、振られた経験がない、ピーク時はバレンタインチョコ20個。お笑いコンビバイキングの小峠英二が9日都内で行われたセントネーションズ香水新商品発表会に出席、うん、タレントの坂口杏里と交際中の小峠は交際前に熱烈ラブコールを受けるなど、芸能界の隠れモテ王ともされている。本人もそれなりにモテて告白されてきた、振られた経験がないと得意げで、別れた女性もまた付き合ってと言ってくるとにんまり。バレンタインの思い出を聞かれると一番多いのは2年前くらい、お客さんも含めてですけど20個くらいはもらいましたと驚かせた。世の男性に僕も特に何かしているわけじゃないですけど、うん、堂々としてればいいんですとアドバイスした小峠は、ハゲてるとか太ってるとか気にしてる方もいらっしゃるけど、うん、堂々としてればいいんですとモテ術を伝授していた、ですって。確かにね、かっこいいこと言うね。確かに確かに、堂々としてればいいんですよね。確かに確かに確かに、いや、ちょっとかっこいいこと言うな、うん、ほんといいですね。いいですね。何いいですね。なんか、私なんか、うん、説得力あるなと思ってちょっとやめてよごめんなさい、ちょっとなんか遠回しにちょっと言うのやめてよ違う、なんか説得力ある、うん、まあね、でもなんかいいですね。でも振られたことがないとかですね、
え、いるんですか、振られたことない方とか。ね、なんかね、すごいね。でもまたなんかあれ別れてもうまた付き合ってって言ってくるってことはだいぶ魅力的なんですね。魅力的なんでしょうね、きっと。すごいな、いいな。でもさ、モテをモテをモテを、いや、もうすぐバレンタインですし、皆さんまだ間に合う。まだ堂々と、まだ間に合う。みんな堂々としてればいいんだよ。なんかみんながそう思ってるとかじゃないよ。みんながそう思ってるとかじゃないけど、なんか堂々としてればなんかいろんな意味でなんかいいことが来そうじゃない？ね、確かに。なんかね、なので皆さん堂々として過ごしてください。悩んだら堂々としとけ。私も堂々とする。そうしよう。じゃじゃん。ピン。はい、ということで次のニュースですね。はい、次のニュース。なんやねん。ビンってなんやねん。なんだっけ、次？はい、次。はい。おお。はい。次のニュースいきます。はい。花より団子、12年ぶり新シリーズ連載、 F4 卒業の2年後が舞台。1992年から2003年までマーガレットで連載された神尾陽子氏による人気漫画花より団子の新シリーズ雨のち晴れ花壇ネクストシーズンが漫画アプリ少年ジャンププラスにて15日より連載されることが9日分かった。2003年に長期連載は終了し、その後読み切りなどが連載されたが、連載は12年ぶり、ドームを実家から F4 が卒業して2年経つ英徳学園が舞台で、新キャラクターを中心に描くだって、ね、え、めっちゃ楽しみ。だからもう全部キャラクターが新しくなっちゃうってことよね。そう。でもなんかそしたらなんかこのキャラクターよ、そういうことか、うん、なんかあれ F4 に女の子っていたっけ、前おらんね、あたら、え、これ F4 かどうかもわかんないけど、なんかね、色的になんか、でも人数的に F4 っぽいね、同名字つかさくみたいな、なんかね、なんかちょっと可愛いですよ。すごい、これまたね、ドラマ化とかされ、映画化とかね、え、してほしい、してほしい、してほしい、ね、ぜひその時は見たいですよね。見たい、もうずっとね、見てた、小学校2年生だったの。あ、そんな、そう、すごい、初めてやった時で、うん、あのファイナルの映画があった時は、6年生、うん、あのね、ずっと見てたし、映画も見に行った。ほんとずっと好きで、うん、もうほんとに見てた。昔のその、うん、この前、うん、のキャラクターで好きなキャラクターは誰だった？みんな好きだけど、うん、やっぱりなんだかんだつくしちゃんかな、うん、つくしちゃん可愛いね。つくしちゃん可愛い。でも友達のゆきちゃんも可愛かったんだよ。うん、ゆきちゃんあんま詳しくなかったからあ、そうなんとか言っちゃった。なんかそのね、そう、二人で仲良しなのも良かったりとかしたんだけど、うん、え、見たい。これは見るべしです、皆さん。でもなんかさ、つくしちゃんって名前的にインパクトあるじゃないですか。ある。次、何の名前やろうね。ね、イナゴちゃんとか。出た。いいよ、イナゴちゃん。イナゴちゃん、ちょっと引きずってるから。で、なんか楽しみですね、いろんな意味でね。めっちゃ楽しみだよ。花壇、ぜひ、はい、皆さん、うわ、見てみてください。楽しみにしよう。はい、皆さんも楽しみに。はい、ということで、じゃあ、はい、続いてのニュースいきましょうか。続いて。それでは、続いてのニュースいきたいと思います。モームス。プリキュア新作映画の主題歌抜擢、飯久保、石田、小田が初声優に挑戦。お、アイドルグループモーニング娘。15が映画プリキュアオールスターズ春のカーニバルの主題歌を務めることが9日分かった。また飯久保春菜、石田あゆみ、小田さくらが自身をイメージして描いた妖精キャラクターが劇中に登場し、声優に初挑戦するということで、すごいですね。すごいよ、声優さんするんだね。すごいね。なんかいいね。プリキュアのこれさ、今オールスターズってやるやんか、うんうん、やってる。あのオールスターズのさ、キャラクター見ていったらさ、まあまあ最初の方で2人はプリキュアやったよ。うんうん、あさ、一番手前は最新じゃん、うん、だんだんさ上に上がっていくにつれて古いやつさ。そうそう、古いっていうかね、まあ、一番上はよく知ってる、まあ、私もこの初めの方がちょうど1年生2年小学校1年生2年生ぐらいで、うん、そうそう、もうごっことか流行ってたよ。してた。プリキュアごっこ。二人はプリキュアってやつ。もうあれね、あれよかったね。よかったよね。毎週欠かさず見てた。もう一週間が待ちきれんかったもんね。本当に可愛いからなんか憧れだったよね。憧れた。え、何ちゃんの、なぎさちゃんと何ちゃんだっけ？ホワイトとブラックね。そう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 。メップルキャラクターね。メップルとミップル。ミップル。そうそう。あ、持ってた。持ってた、あの卵みたいなやつ。卵。変身キットみたいなやつ。そう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 、あ、ほのかちゃんや。あ、ほのかちゃん、ほのかちゃんや。そう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 、お邪魔女とかもう見てたよ。見てた。なんかそういうのね、見てたよね。なんかさ、なんかそういう見てたよみたいになってくると思わなかった、自分がなんかね、うん、なんかね、ちょっとでもすごい長くないですか、プリキュアって。長い、
そう、なんか歴史あるね。歴史あるね。なんかだからちょっと気になるこのオールスターズね。ちょっと気になる。ちょっとね、見てみたい。モーニング娘さん私好きなので。そうね、好きな子だね。うん、タメもね、うん、モーニング娘さんファンが多いので。そう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 。普通に映画見たいです、これ私。行くときは一緒に行こう。行こう。え、聞かれたら見に行こう、本当に。行こう。ということで、皆さんもぜひね、うん、気になる方は行ってみてください。はい、ぜひぜひ。ぜひね、お子さんも絶対。そう、本当だよ、ね。いいよ。うん、友達もプリキュア好きな子いるんだ。ね。そう。じゃあやっぱ人気だよね。ね。うん、じゃあ、それでは最後かな。最後のニュース行きましょうか。それでは行きます。はい。寿司ネタ、英語でいくつ言える？豆知識も紹介。日本への外国人訪問者が増加傾向にある。うん。昨今、昨今、うん、和食がユネスコ無形文化遺産にされたこともあり、日本食への注目度はますます上昇している、はい、その中でも人気を誇るのが、うん、やっぱりお寿司。ビジネスやプライベートで外国人と食事を機会、うん、食事をする機会がある人は、うん、寿司ネタを英語で説明できると非常に便利で会話も弾むだろう、うん、そこでよく食べられる寿司ネタの英単語を紹介していきます。はい、伊達、はい、英語得意じゃないですか、あの。え、得意じゃない、得意じゃない。でも好きやんね。好き、うん、好き。なんかよく英語のイメージある。そう、なんか大学とかでもちょっと勉強するから、うんうん、頑張りたいなってぐらい。なるほど、じゃあ頑張って、ちょっとここを入り口として頑張りましょう。OK、じゃあ今日覚えたのを大学で役立てるわ。今の寿司ネタやで、でも。使うかな。うん、やっぱ外人さんが日本人に来た時に、ね、美味しいよ。外人さんが日本人に来た時に影響されすぎやろ関西。しかもできないっていうね。厳しい。そう、知ってる。関西人の人ね、失敗されるとイラッとするから。そうそう、厳しいからね。皆さん注意してください、うん、はい、ということでじゃあ行きましょうか。もらって、はい、じゃあ1個目まず、うん、せーの、わー、はい、ファットキチューナー読めない。あっ、わかった。あ、いいよ、分かった。勝ちで言ってる。うん。え、これ分かりますよね。あ、分かった。簡単。あ、分かったわ。ちょっとじゃあとりあえずヒント。うん。こっち？こっちだね。ヒント。え？え？思った。えだよね。答え出ちゃった。ちょっと上げて。答え出た。あれ？ソナじゃないの？答え出た。ソナ。ソナがいい。わかった、わかった、あ、わかった、わかった。え、ツナ、ツナって英語なんだって。え、ツナ、ツナって英語。え、いや、わかった、私わかりました、理解した、理解した、思い出した、大丈夫大丈夫。え、ツナって英語なん。え、ちょっと待って、え、どういうこと、どういうこと、ツナ、ツナって英語なん。ちょっと待って、やばいやばいやばい、ツナ以外の言葉知らん。じゃあなんか当てて。あ、じゃあもう一個ヒント言っていい、うん、もう一個、うん、わかる、絶対わかる、もう噛んでいける。お寿司といえばってこと。あ、まあ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 、ツナ、ツナ、オッケーオッケー。え、これせーので発表するやつ、これ。うん、よし、行こう、行きますよ、せーの、マグロ。あー、いけたいけた。正解は不器用やね、ほんま。なんぼほど感情に止めてるんすか。できた。はあ、無事です無事です。正解、大トロです。マジか。ファットは最も脂の乗ったという意味らしいですよ。ファットツナってこと。ファット。なんでマグロツナ。これだけだったらマグロで。そうそう、これでしたよ、大トロ。じゃあ中トロ。ね、うん、中トロ？ミディアムツナ？おー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 。中トロか。中トロ。中トロ。なんだろうね。確かに、ね、え、確かにね。あ、ファットって脂肪って意味なんだ。そうです。あ、そうなんや。あ、って書いてるやん。書いてるやん。そうなんやって言ったけど書いてるやん。そういうことね。なるほどね。でもこれはレベル1ということで。レベル1。間違えたけど。はい。間違えたけど。ということでじゃあこれはまだあるね。まだある。じゃあ行きます。
せーの、見えないのここ、サラダンねみたいなサラダンねみたいな感じ。サーデンネ、サーデンネみたいな。サーディン、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 パドゥみたいな、パドゥみたいな。サーディン、サーディン、パドゥ、サーディン、いいじゃん、サーディン、サーディン、そう、おいえサーディン、ノー、サーディン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 、じゃこうやらんと言われる、サーディン、サーディン、サーディン、わかりました、サーディンいいんじゃない？ヒント、ヒント。サーディンって言います、やっぱり。あ、待って、スタッフさんがね、基本今日のいつ読むです、ごめんなさい。やっぱり、やっぱり。サーディンどう読みます？サーディン、サーディンと読んだところでちょっと待って、サーディン、ヒント、もうちょっと優しめの、もうちょっとヒントないんですかね。サーディン、オイルサーディン、油の、油、あ、またオートロ系ってこと？ああ、油、オイルサー、オイルさ、サワディーカーって書いてる。へえ、じゃあこれも噛んでいこう、いけるよ、うん、サーディン、魚見せられたけど全然わかんない。何魚？え、これ、わかった、じゃあああいうやつの噛んでいく。OK、いけよ、うん、せーの、サバ、お、お、ハモった、イエーイ。だから、ちょっと、もう、違う、サーラーといた。いや、1個いて、今のはやーちゃんが悪い。もうサーラーといて、やっぱ私がめくるから。どうぞ。イワシ、イワシ、サンマじゃなかったね。イワシ、でも息ぴったりだったから。いっぱいイワシ泳いできた。まあでも息ぴったりだったから大丈夫。まあ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 、まあ、そういうこともある。うん、いけるいける。いやでもね、いい感じよ。同じ魚に見えたもんね。うん、見えた。じゃあこれ、あれ、息ぴったりのコーナーみたいな感じだねこれ、はい、せー、また次から難しいです。もう難しいよ。難しい。じゃあいきますよ。じゃん、イエローテール。ちょっと待って、ツインテールみたいな感じ。これ知ってるかも。あ、もう分かった多分。行く、行く、行ってみる、とりあえず。これヒント行かなくていい。ヒント、ヒント行く。じゃあ行こう、とりあえず、とりあえず、じゃあイエローテール、テール、せーの、アナゴ。あれあれ、何、アナゴ、トビウオ。あとヒント、ヒント、とりあえずヒント、分かれたからね、意見が。あ、ちょっと待って、やべやべやべ、読めない、読めない、ヒントもらえないって。やばい、ちょっと、じゃあヒントも穴埋めでいいか。ヒントも穴埋めということで、大根となんかの相性抜群、相性抜群、大根と相性抜群。あ、わかった、わかった、わかった、びっくりするからやめてって。わかった、もう何、はいはいはい、もう言いたい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 、早く言いたい、言いたい、せーの、無理。あらほら、嘘、すごい、やーちゃんが正解した。ほら、やっぱりね、やーちゃんが正解した。ほら、皆さん、はい、ブリ、ブリですね、ブリということは分かりました。いきますね、反対からちょっとめくってみましょうかね。めくるとこなくなった。ちょっと読めないな、難しい、もうめくれないね、ここもね、頑丈ですね。ここ取れちゃうよ、ほら。体に黄色い線が入っているので、あの、こう、イエローテールっていうらしいですね。ブリ、ブリ。あ、こ、あ、ここの説明ね、ありがとうございます。なるほど。でも、大根といえばブリ、うん、って感じは、やっぱり料理するからさ。そういうことか、料理するから。ママに帰ったら聞こう。うん、そうして。あ、まだありますか。はい、ラスト。あ、ウソピーだって。 あ、こっちだ、こっちこっち、行きましょうか。ネクスト、せーの、じゃん、ヤングイエロー、ヤングイエローテール。あれ、え、ブリの子供、若いブリ、
若ぶり若ぶり私今日当てに行くからね、うん、分かったヒント一回出してみようちょっと分かんないから分かってるってこれさっき分かってるわさっきから知ってるから分かったヤングなぶり分かったヤングなぶり分かったいや多分え待って分かったかもしれないあちょっと待ってちゃうかったえ違うわ魚の形してるわ分かったじゃあ次こそ次こそじゃあ行くわいくよせーのサバあのなんていうのか今ここまで言う直前にあの魚なんやっけってサバ一緒サバサバやっぱ駅ぴったりだサンマサンマサバサバサンマサバシシャサバえどうするサバにしようじゃん一緒にとりあえずいや一緒はやめようサバちょっと一回割れよ分かったそれサンマさんね魚の方ねサンサンどっちサバ派サバいや最初に言った魚何でしたっけあアジ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 行こう行く行く魚の種類あんまり知らんねんあんまり知らんもう最後の問題とかもクジラとかいらすんでしょもういやいやもう大丈夫だよ起きるヤングなんて言ったもう忘れた分かんないよ何何あ分かったえいくら違う鮭か鮭だえ違ういくらだって鮭ブリが子供の頃のそれを聞いてるブリあブリだあブリって大きくなったらブリってことですかえ子供の時は違うんですか違う魚ってことえシメサバとかそういう名前が変わる名前が変わるえサバシメサバみたいな名前が変わるそういうすくくりですかイクラが卵の時で大きくなると鮭でしょへえイクラが卵でイクラがから出たらサバえ、何でしたっけ鮭鮭鮭鮭だ間違えた答えもう、はいせーの鮭違って鮭じゃないもう魚の名前知らん答えこはい、なんかじゃない、ね、サバサバサバそうそうそうハマチハマチ選択肢なかったハマチってブリのえ子供ちっちゃい子供へえじゃあブリから子供が生まれたらハマチってことですか2回ぐらいになるのかうーんそうなんやすごいまたイナゴみたいに出てきたほら稲田イナゴとも言いますみたいな稲田とも言います関東では稲田とも言うらしいですね稲田なんか分からへんけどはいちょっと難しいなついにいやーなんかもうこれ以上は魚の名前知らんでまだイルカとか残ってるから大丈夫イルカ食べるお寿司のネタやからなハマチねよく聞くはいラスト問題せーのレフトアイフロンダーレフトアイフロンダーどっちかこれ候補2つですよねきっと2つどっちかですよねどっちかこっえ待ってどっちだ待ってレフト2つあるじゃんレフトヒントレフトヒントいきますねせーの分かりそうこっち向きやうんごめん見えないですよこれは分かってるって分かってるそれは分かってるどっちがえなんだっけ私片っぽしか知らんよそうえ分かるけどひらめと何カレーどっちだかけに出る、うん、どっちかしかないんやねん、せーの、せーの、ひらめ、あじゃあカレーいい、じゃあカレーいい、なんか別れた方がいいかな思って、じゃあカレーいいで、もうお寿司でカレーって聞きます？確かに、ひらめも聞く？いや聞かない、皆さんどっちがいい分かりますか？カレイかヒラメ、そうそうだよ。分かってるよ。そう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 。
そういうこと？じゃ一回いきますね。せーの。ひらめ。お疲れ様です。もう頭目みたいになってますやん。もう答えまで。ひらめ。じゃあひらめ途中ねコメントでいっぱいね縁側ってきたの。そうそう。縁側ってひらめなんですか？あれって何なんですか？縁側、あ、生姜やと思ってんねんけど。え？なんか生姜じゃないの？それ生姜でいいじゃん、もう。じゃあなんかお寿司に行くと生姜が縁側になるのかな。え？あれ食べたことないの？ないないない。あの白い薄いペロペロのやつですね、うんうん、なんか酢漬けされた、うん、あれ違う、じゃあ何あれ。 え、ちょっと待って、あ、生姜が縁側は部位の名前だって、場所の。 白いヒレ。スイカある、うん、ですね、縁側は、魚の部位の通称で、刺身や寿司のネタ一つ、ヒラメカレイヒレ。お、ヒラメカレイ全然入ってこない。ヒラメとカレイのヒレを動かすための筋肉と、うん、ところを言い、コリコリとした舌触りが好まれる、うん、って書いてる。なるほど。ってことは縁側ってこと？つまり縁側。縁側は、あ、違うよ、縁側はそこで、その魚はってことだね。そういうことね。ヒラメ、はい、難しいな。いや、もう勉強になった。でも今日英語いっぱい覚えてる。最初のやつ、え、なんかイエローフィッシュ見える。イエローフィッシュ入れよう、入れようやって、って感じですね。皆さんも少しじゃあ勉強になったのではないでしょうか、うん、はい、皆さんぜひ。まあ少なからず私たちよりかは分かっていらっしゃということで、はい、はい、ありがとうございました。最後のニュースでしたね、はい、ということで以上、芸能デスクのエンタメ1週間でした。オリコン CD シングルランキング、シングルの週間ランキングを紹介していきたいと思います、はい、今週は2月16日付のランキングですね。はい、ということで週間ランキング行ってみましょうか、はい、それでは早速はい、行きたいと思います、はい、第10位クマムシであったかいんだから歌いたくなる、歌いたくなる。はい、そして第9位シクラメンで君の涙。第8位カスタマイズで一筋の光明。そして第7位市原里奈久野美咲でアイドルマスターシンデレラマスター035市原里奈みんなの気持ち。第6位早見かなで飯田優子でアイドルマスター03、え、違う、アイドルマスターシンデレラマスター034早見かなでホテルムーンサイド。これ先週見てたよ、あいな、これ知ってる、はい、これ知ってる、先週苦戦してたのすごい知ってる。すごいよ、はい、そして第5位いきたいと思います、うん、第5位は姫川ゆき森の真子でアイドルマスターシンデレラマスター032姫川ゆき気持ちいいよね一等賞。第4位崎沢文香真央でアイドルマスターシンデレラマスター031崎沢文香ブライトブルー。そして第3位エグザイルアツシで桜の季節。第2位アンジュルムで大器晩成乙女の逆襲。そして第1位はジャニーズベストでズンドコパラダイスですね。おー、いやー今週もアイドルマスターすごいね。い、先週ね、うん、見てたんですよ私、はい、この番組を。そうね、これ私今週は担当じゃなくてよかったって選手思ったんですね。台本もらうじゃないですか、うん、うわ来たと思って。いやすごかったよ本当。いやすごかった。でもねすごくない、うん、この10トップ10を、うん、もう半分 1,2,3 約半分か、うん、3個入ってるってことはすごいよ。だいぶすごいよ。すごいですね。ねすごいな。いやなんかすごいなぁ。いや、あったかいんだからはさ、うん、歌いそうになったよね。もうなんか逆にどう読んでいいか分からへん。そう、クマムシであったかいんだからって言いたいけど、そう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 、こう書いてあったらもう読、そう読むしかない。音符ついてるんですよこれ台本に。読みたくなっちゃうよねついつい。もうね本当に。じゃああれですね、うん、お笑いコンビのクマムシの CD
のデビュー曲あったかいんだからが、はい、初週 1.2 万枚を売り上げ2月16日付週刊シングルランキング10位に初登場ということで、はい、すごいですよ ね、 すごいですね。お笑いタレントさんとしては、はい、バラエティ番組のピカールの定理から誕生した、うん、白鳥美玲さんのピカル恋がしたいが10位を記録して以来2年10ヶ月ぶりのトップ10入りだって。そうなんよ、すごいすごいね。白鳥美玲さんすごいけどね、渡辺直美さん、ね、本当に。でもなんかねいいですね、もうなんかみんな知ってるね今はね。ね、だってみんな、だって先週セニアめっちゃ熱唱してたじゃんやっぱり聞いてた聞いてた。もうあれはね、やっぱ歌姫には歌っといてもらおうか。ええ声だった、ええ声、ええ声だった、いい声だった。そして1位 の、 あの関西ジャニーズジュニアの7人組グループ、はい、ジャニーズ WEST のサードシングル、うん、ずんどこパラダイスが、ですね、4日が初週 9.7 万枚を売り上げ、うん、2月16日付、はい、週刊シングルランキング1位に初登場。デビュー曲 A じゃないか以来、通算2作目の首位を獲得したらしいですね。すごいですね、2作目すごいね、首位ね、すごいね。こんなさ、うん、こんないろんな人がこうやって首位で出してさやってるの、はい、すごい。サミも頑張んないとさ。本当ですよ、本当にもうちょっとだから。じゃあ次はね、あのデイリーシングルランキングもいきたいと思います、はい、いきましょうか、えな。はい、それではいきます。第10位ドリームでこんなにも。そして第9位家入りレオでミスユー。第8位アフィリアサーバーでネバーセイネバー。そして第7位チューズでブライドボーイ。第6んブランドボーイか、花のアーチブランドボーイ、はい。第6位三山ひろしでおいれきさん。三山ひろしでおいわきさんおいわきさん、はい、はい。そして第5位スフィアで情熱コンティニュー。コンティニュー、コンティニュー顔こうなる、コンティニューって。コンティニュー顔までコンティニュー第4位アンジェラでイグジスト。そして第3位はアールシティでサドマゾ第2位マンウィザーミッションでセブンデッドリーシン。そして第1位渋谷すばるで記憶心を踊ればですね。おサドマゾで顔をね、なんか引きついてたな。サドマゾ、サドマゾ、なんか滑舌良くなりそうね。ギャちゃん滑舌厳しい時すごい顔するよね。サドマゾって感じですね。すごい、はい、ということで以上オリコン CD シングルランキングでした。わちゃつーこーきー、イエーイあっという間にもう後期ですけども、はい、2回目の出演どうでしたか。いや久しぶりだったんですけど、はい、楽しかったです。お、よかった。滑舌は相変わらず悪いですけど大丈夫、それもめっちゃ楽しかったですね。すごい楽しかったんですけど、うん、じゃあ最後に私たちからのお知らせをね、じゃああやな行けますか。はい、じゃん。三味歌謡定期公演ライブでサン&ユー各種歌謡やっているので、ぜひ皆さん遊びに来てください。次回のテーマはサンミューザビンゴです。はい、はい、皆さん参加型のイベントになりますので、うん、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、場所はあの秋葉原にある秋葉カルチャーズ劇場にて行っていますので、ぜひ平日なんですけどお仕事帰りの方、学校帰りの方、私たちに癒しを求めに来てください、はい、ぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。お待ちしてます。はい、そしてですね、はい、そしてじゃじゃん、はい、ニコニコ公開生放送もっとサンミューでいいじゃんが月1で行われているんですけど、場所は虎ノ門にあるポニーキャニオン1階のイベントスペースにて行っています。あのトークを中心としたトークバラエティなんですが、あのライブとかもちょっとあったりとかもするので、はい、ぜひね遊びに来ていただけたらなと思います。もうねなんかね楽しくやってますね、これもね、うん、本当になんか自由、はい、本当になんか本当アットホームな感じだから、はい、気軽に本当にフラってきて、はい、本当にフラってきていただいて、うん、初めての方でも絶対楽しめると思うので、あのあれですね、ニコニコ公開生放送なので、あの遠くて来れないよっていう方とかはぜひね、あの、うん、生配信を見ていただけたらなと思います、はい、ぜひぜひこちらもチェックしてください。お願いします。そして最後ですね、そして最後、はい、はい、これ今流れているこの曲なんですが、私たちサンミューニューシングル始まりのメロディーが3月18日にリリースします。もうちょっとあと1ヶ月くらい。そうですね、メガネ発送はい、ということで、はい、ということでね、もうすぐ
なんですけども、もうリリースイベントも始まっていて、うん、まあ、いろんなところでね、どんどんこれからももっと始まっていくんですけど、はい、ぜひお近くにお寄りの際は遊びに来てください。待ってます。バレンタイン当日 の、 2月14日はやばいな、ね、ね、バレンタインの日にち忘れちゃったよ。本当に2月14日はあの渋谷にて行っていますので、ぜひね遊びに来てください。バレンタインですからね皆さん、特別な何かあるかもしれないし、ないかもしれないけどねあるかもしれないからね、うん、行きましょうか。待ってます。はい、ありがとうございます。ね、詳しくはホームページをチェックしてください。はい、あとあの広告主ランキングっていうのを毎週ね発表してるんですけども、3位、3月18日発売、始まりのメロディー、お、なんか宣伝してくれたね、名前でね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして2位コンコルさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。そして1位ニコニコさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ね、キャラメルボイスのあやなちゃん登場、 おすすめの放送ですっていうことで、ありがとうございます。はい、ということで、お、バレンタインなどでチョコを用意しました。え、あ、びっくりした、イナゴ出てくるかと思って今。え、お、やった、いいですか。どっちがいい。え、どっちでもいいよ。じゃんけんしよう、最初はグッ、じゃんけん、はい、じゃあ手前のやつのままだ。え、これちゃんと美味しいですか。え怖いわ怖い、なんかさ、怖いのね、ちょっと怖い。いただきまーす。せーの。あ、すごくなるかも。おいしい。どっちかが片っぽの10倍の値段がするってことだよね。意味わかる？説明して。一つは普通のチョコ、もう一個は普通のチョコの10倍の値段になっております。え？え？こんだけですってこと？え、今の大きさで片っぽが50円で片っぽは500円。え、これじゃない？これの、これ500円だよ。リバーじゃないよマジで？めっちゃ美味しい。おいしいよ。